はい、これはですね、公用車セットといいまして、これは1977年の、960円、当時960円だっていました。公用車シリーズです。まあ、ギフトものというぐらいですから、まあ、通常のトミカに比べたら値段は高い。ね、値段は高いんですが、まあ、当時はこういうものがあったよということでね、なります。例えば今の現代の子供たちはもちろんそうですが、まあ、20代、30代の、若者たちでも、ね、その若者たちのお兄ちゃん、姉ちゃんですら、生まれる前の時代ですから。ですから、もう今トミカは50周年なので、もう少なくても、まあ、その当時遊んだ方は、もう50歳、60歳、ね、まあ、おじい、おばあと言われても、もうおかしくないような年頃の人たちですね。孫がいてももうおかしくないと。でまあ、そういう年頃の人たちが、昔々、大昔の話になりますけれども、まあ、生まれた赤ん坊の頃か、もしくは、生まれてまだ間もない頃に遊んでいたものと、まあ、それぐらいトミカっていうのはもうすんごい歴史があるわけですね。ですから、例えば他の方で言うと、まあ、春天さんとか山田さんとかね、まあ、あの方ぐらいではないかな、あの方ぐらいが当時生まれたか生まれたか生まれてないかぐらいの時代からトミカというのは誕生したと。ただそれを推定して計算すると、おそらくはですよ、おそらくはそれを推定して計算すれば、まあ、トミカというのは優に50年だったということで、ね、そうするとまあそれを記念して、記念してっていうかね、まあ、セットものってのはこんなものがあったんですよと、いう紹介ですね。でこれが第2弾が公用車シリーズでして、まあ、デビュー当時が約、960円ぐらいだった、ね、いうことです。ですから、960円でこう当時はこういうものが、まあ、あったわけですね。ただもう本当にこのことを知ってる人ってのはもう1970年代ですので、まあそうですね、あのこのことを知ってる方っていうのはもう50歳とか60歳ぐらいの方じゃないと分かんないかもしれないですね。もう私どもの、年齢ではもう、まあ、残念ながら見かけること自体がまあ少ないというものです。ですからまあこういうふうなものがあったということですね。どうもありがとうございます。